同時に、聖マルコの指輪を献上する漁師。1534年から1535年。アカデミア美術館所蔵。パリス・ボルドーネは、イタリアのルネサンス期のベネツィア派の画家である。パリス・ボルドンとも表記される。主に宗教画、神話画、肖像画を描いた。その画風は、マニエリスムの傾向を見せる。巨匠ティツヤーノベチェッリオの工房で学んだ後自立して、 国際的に活躍し、一時的ではあったがベネツィア派の画家としては唯一フランス王国のフランスは一世に仕えた。パリス・ボルドーネはトレビーゾで生まれた。幼くしてバグ職人の父を亡くしたボルドーネは母に連れられて10代でベネツィアに移住し、1516年頃にキツィアーノの工房に見習いとして入った。しかし、指定の関係は不仲であった。 ジョルジョバザーリによるとティツヤーノはボルドーネを不遇したため彼はティツヤーノに不満を抱きジョルジョーネの様式に傾倒していったそれから数年のうちにボルドーネは一人前の画家としての実力を身につけ若干18歳で自立した彼が初めて注文を得た時ティツヤーノは嫉妬したと伝えられている 現在知られているボルドーネに支払われた最も古い報酬の記録は1521年に制作したビチェンツァのパラッツォデルカピタニアートのフレスコ画である。キツィアーノはその後もボルドーネに敵対的だったのでベネツィアで顧客を得るのに苦労した。バザーリによるとサンタニコロアイフラーリ協会の主催団側当初は ボルドーネに発注されたが、ティツヤーノがことを唱えたために撤回された。最終的にこの仕事を得たのはティツヤィーノだったという。しかし、ボルドーネは1525年頃にいるボルデノーネやパルマイルベッケオの影響を受けて、自身の作風を模索した。そして、ジョルジョーネやティツヤィーノの影響から脱していき、1534年から1535年に、 聖マルコ同心会館のために制作した同時に聖マルコの指輪を献上する漁師でベネツィアでの評価を確かなものとした。やがてボレドーネは国際的な名声を獲得し、1538年にフランスのフランソワ一世に呼ばれてフォンテーヌブロー宮殿に赴き、1540年にはアウクスブルクの裕福な貴族フッカー家に招待された。さらにミラノでも仕事をし、 ポーランドやフランドル、スペインからも注文を得た。1550年代後半以降は、ベネツィアに戻り、故郷のトレビーゾの教会のために、祭壇画を多数制作した。彼は、多くの財産を築き、4人の娘が結婚した時は、200ドカートの持参金を用意することができた。おそらくバザーリは、晩年の画家に会うことができた。1571年、ボルドーネーは、 熱病のために死去した。ボルドーネの初期の作品に見られるジョルジョネスクは、完全にキツヤーノに由来するものである。ボルドーネはティツヤーノを緻密に模倣し、またしばしば自身の作品にサインを入れなかったた,ため、ティツヤーノの作品がボルドーネのものとされたり、逆にボルドーネの作品がキツヤーノの作品とされることがあった。イタリアの美術評論家、ジョバンニ・バティスタ・カバルカゼルとイギリスの、 美術史家ジョゼフ・アーチャークロー、及びドイツのビルヘルム・フォンボーでは、キツヤーノ作とされるカピトリーノ美術館のキリストの洗礼をボルドーネに帰属したが、ジョバンニ・モレッリはその中にキツヤーノの初期の作品を見た。また、サンパウロ美術館のボルドーネのアルビーゼ・コンタリーニの肖像は、キツヤーノの作品と考えられていた。その後の様式は、非常に個性的である。 ボルドーネはベネツヤ派の絵画とマニエリスムを組み合わせた独特の画風を構築し、時に人物像を理想的な建築空間の中に置いた。ボルドーネはティツヤアーノやティントレットの自由な筆致に習うことはせず、慎重な計画の上で最新の注意を払って描いている。神話を主題とする絵画はボルドーネのレパートリーの重要な部分を形成し、しばしば感能的である。 力強く対照的な色彩を好み、しばしば筋肉質でねじれたポーズの男性像と豪華な衣装をまとった女性像を描いた。女性像の衣装の描写はボルドーネの絵画の特徴の一つである。彼は膝の多い衣装の色彩を震えるような色ムラに分解することで光の加減で見え方が変化する豪華な印象を生み出している。また、肖像画家としても成功を収めた。 ボルドーネは、ビチェンツァでの室内装飾で重要な作品群を制作したが、第二次世界大戦時の爆撃で破壊されている。フランスは一世の宮廷では、多くの肖像画を描いたとされるが、その仕事の痕跡を、フランス国内のコレークションに確認することはできない。現在、ルーブル美術館に所蔵されている2点の肖像画は、後になって購入されたものである。 ボルドーネの最も重要な作品は、聖マルコ同心会館のために制作され、現在ベネツィアのアカデミア美術館に所蔵されている、同時に聖マルコの指輪を献上する漁師であり、ベネツィア派の最も重要な作品の一つと考えられている。他の重要な作品では、ロンドンのナショナルギャラリーのダフニスとクロエ及び女性の肖像がベルリンの絵画館の 二人のチェスプレイヤーの肖像、ワシントン DC のナショナルギャラリーの、キリストの洗礼などがある。ありがとうございます。